はい、どうも、声優チャンネル TV です。今日は芸能包括です。木之内みどりさんを語ります。歌手、女優、木之内みどりさん。いや、もう、懐かしいですよね。私がもう木之内みどりさんって言うとですね、この、野球教の歌という、水島新司さんの書かれた漫画、アニメのですね、実写版、日活で1977年に公開された映画で、この水原勇気というサウスポーのですね、アンダーハンドスローのこのピッチャーの役を演じたのが一番強烈な、印象に残っている作品です。なんとこの木之内みどりさんっていうのは、あの阿久悠さんがなんか発掘されたみたいですよね。こう徐々にこう出てきてブレイクした、女優さん歌手なんですよね。歌がなかなか売れなくて、ヒットしたのがですね、ドラマ刑事犬カール、これ名作ですよ。刑事犬をね、こう指揮する役を演じた木之内みどりさんなんですけど、このね刑事犬カールが大ヒットするんです。その中の主題歌で歌われた走れ風のようにという曲がヒットしましたね。その後のうちに横浜イレブンという曲がヒットしたんですよ。いや、この刑事犬カールもね本当に懐かしくて、刑事犬カールのお話は後々として、まずその野球教の歌ですね。阿部さん、ドカベン、野球教の歌、もうこういったものに熱狂した高校時代でしたから、いろんな思いがありますが、この野球教の歌、東京メッツというこの架空のプロ野球球団に、女性投手として、華々しくですね活躍したこの水原勇気の役を木之内みどりさんが演じたんですよ。この水島新司さんが書かれている水原勇気とこの木之内みどりさんのこのねマッチングの凄さね、もうね絵に描いたような、もう本当に木之内みどりさん以外はいないという、あのこうスレンダーで、そしてこうシャープなこの顔つきと非常にキュートでっていうね、このなんかこう合わさった魅力がね映画化されたっていうのもねすごく驚いたっていう印象がありますね。水原勇気というねピッチャーのこの投球フォームをですね、非常に研究されて映画にご出演された木之内みどりさんでした。思い起こせば熱狂的なファンがですね木之内みどりさんにはいた時代、木之内みどりさんはなんとですね逃避行しちゃうんですよ。ミュージシャンでベーシストの後藤嗣俊さんのもとにですねアメリカに逃避行して、全ての仕事をキャンセルして後藤嗣俊さんのもとに行っちゃうんですよね。まあ、それはもうね本当にショッキングな出来事でですね、当時浅井企画の川岸琴弘さんという、今はもう名誉会長になられてるんですけど、この方がですね木之内みどりさんずっと支えてましたから、記者会見をされたの今でも覚えてますね。まあ後にこの私がですねまさかね浅井企画でお世話になるとは思ってもみなくて、で私が浅井企画にお世話になった年っていうのは1980年なんですよね。でこの80年81年82年という、まあ、一番芸能界が華やかだった僕のそのいわゆるなんていうのかな修行期間というかタレント修行期間をですね浅井企画でお世話になったんですけれども、もう私が入った頃には木之内みどりさんはもうご引退されてたんですよね。ですからね、まあ、浅井企画といえば木之内みどり、コント55号に木之内みどりってもう頭の中それがいっぱいだったんですけど、まあ木之内みどりさんも、引退されてましたんで、まさか
会いすることはないだろうと思って過ごしていたんですけども、実はなんとお会いしてしまったんですよ。これがお会いする日が来たんです。これ本当にねびっくりなんですけど、下北沢にある喫茶店でですね、秋野大作さんと木之内みどりさんがこのお二人でね、来られたんですよ。我々がやったイベントに、マネージャーさんを通じてですね、喫茶店で30分ぐらいですかね、ご紹介していただいて、ご挨拶させていただいて、まあいろいろお話をさせていただいたんですけども、まあ本当に、テレビで見てるような本当にイメージと変わらず、まあ僕からすると印象的にはそんなに変わらなかったですね、テレビのイメージと。とても、キュートで時々はにかんだりとかされて、ただまあその頃はもうあれですね、なんかこう髪の毛がですね、ヘアスタイルがですね、ファラホセットメジャーズみたいなこうパーマを当てられて、そしてなんかこう髪は染めてなかったですけど、非常にこう大人らしさを増したような、木之内みどりさんでした。はい。そして刑事犬カールのねちょっとお話になるんですけども、この木之内みどりさんっていうのは実は非常にね、こう見てると非常に穏やかで優しい女優さん歌手っていうイメージがするんですけど、実は非常にね芯のあるね強い女優さんだったっていうことをね僕は知ってるんですよ。エピソードを何か聞かされたんですけど、木之内みどりさんね現場でですね、当時、ベテランの俳優さんにですね、非常にこうきつく当たる助監督さんがいらしたそうなんです。この助監督さんにですね、もう許せないって言って現場から帰っちゃったっていう話があるんですよ。もうこれ現場スタッフ、それから、マネージャー、もう事務所、もう大変だった、大騒ぎになった、事件があったというくらい、実は非常に、信念の強い、正義感のあるね、女優さんだったんですよね。ですからね、あそこまで大ブレイクして、きちっとした作品にも出られ、意志が強いので逃避婚され、今はね竹中直人さんのご夫妻になられて、一般人になられてですね、ご家庭を守られていらっしゃいますけども、引退されてからしばらくやっぱ浅井企画とは非常にこう親交はあったみたいでですね、先日僕のその浅井企画時代に、一緒に、コンビというかね、タレント業をしてた頃に、一緒にやってた堀俊彦君が電話でですね、木之内みどりさんの話で、木之内みどりさんがカメラマン、カメラが非常にうまくて、もう本当にプロ級のカメラマンになったらしいんですよ。でそれでその堀君の宣材写真を、浅井企画のタレントさんの宣材写真を撮るって言って、堀俊彦君が撮影してもらったって言ってましたね。カメラに非常に強い木之内みどりさんだっていうことも後で聞かされて、ああそうなんだと思ったんですけども、そんな木之内みどりさん、もう一つ刑事犬カールっていうドラマ、このね刑事犬カールっていうのは僕はね本当に好きなドラマで、僕犬が大好きなんですよ。でこの刑事犬カールに出てくるカール、もうオープニングのね先ほど言ったヒットした走れ風のようにという曲に乗っかって、最後にね水たまりでちょんと飛ぶシーンがあるんですよ。で水たまりを飛び越えられなくて水たまりにジャボンと入っちゃうんだな、そのカールが。あ、子犬の頃なんですけどね、ジャボンっての時の顔が何とも忘れられなくて、もうねこの刑事犬カールは食えるように見ました。でこの刑事犬カールを見てて私が一番印象に残った回が2つあるんですけど、僕の先輩で、もう堀越高校の先輩で今でも親しくさせていただいている宮脇康之さん、宮脇健さん、俳優のこの宮脇健さんが
強盗にですね捕まってしまうんですよ。それで車にですね監禁されるんですよね。でそれをカールが助けるっていうね、この名作、この作品がね、一つすっごい印象に残ってるのと、あともう一つはびっくりするんですけど、ウルトラマン、初代ウルトラマンの早田隊員、黒部進さんとですね、藤明子隊員、はい、桜弘子さん、このね、私から撮ったらテレビの大ヒーローですよ。このヒーロー二方がですね、なんとね、夫婦役で出てきたっていう話がね、もうこれはもうね、やったなと。いや、これはびっくりしましたね。当時黒部進さんはもう悪役でバンバン出られてて、で桜弘子さんもちょっとこう、なんて言ってるの、この悪女も演じられるぐらいのこうすごさ、この二人が夫婦役でこの、悪人を演じたというね、これは忘れられないですね。ここに立ち向かった木之内みどりさんとですね、カール、もうこれね本当に忘れられないんですけど、この2作はね本当にとっておきですね。ソフト化されてると思うんですけどね、もしよかったら見ていただけたらなと思います。宮脇康之さんはね、僕木之内みどりさんの話になったことがあるんですよ、お話ししてて。そしたら言ってましたね、ノーメイクで現場に来られる女優さん、まあ、結構いるんですって。宮脇さんたくさんの女優さんとお会いしてますから、現場でノーメイクで来られて、あれだけ綺麗だった女優さんは木之内みどりさんだけだったって言ってましたね。それぐらいもうなんかこうピュアでというか、もう見てキラキラ輝いてたっていう風に言ってました。私も実はお会いした時ですね、ほとんどノーメイクに近い、してても本当に薄化粧のね、美しい女優さんだったというふうに感じました。そういうことで今日は木之内みどりさんを語らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。無理にシャイニングバイツイイドウェイタイムタイムアイランドリングラスパースルステラリンジハーリップジュライエスケープンスルーズンツイリガイディマイホースディスパスルカントリーフォーユースルーズサンシングゲットミー